重力式鉄道は旅客や貨物を輸送する車両が重力の力のみによって勾配を下っていく方式の鉄道である。降りた車両は重力または定置式蒸気機関によるケーブルケインなどによって引き上げられる。坂を下る速度は車両に備えられたブレーキによって制御される。遊園地にある一般的なローラーコースターは 重力式鉄道の技術により設計されている。重力式鉄道には、路線の一部区間において、坂の頂上に滑車を設置し、ここを回したケーブルを使って、貨物や旅客を積んで坂を下る車両の重量で、空の車両を坂の上へ引き上げるように設計されているものもある。ジョン・ジャービスが設計したより、新しい方式では、 石炭など積み荷を積んだ車両が目的地へ向けて走る重量線と空車を鉱山へ向けて返却するために使う軽量線を使用する。この方式では対比線を使わずに車両が往復することができた。低知式蒸気機関と循環するケーブルを使って空車を坂に沿って引き上げる。そして緩い坂道を次の引き上げるポイントまで車両が走行する。 路線の端でループ線ではなく分岐器を使って走行の向きを変えるときはこの鉄道はスイッチバック重力式鉄道となる。スイッチバック重力式鉄道の概念図スイッチバック重力式鉄道は車両の動きに合わせて自動的に転換するスイッチバックと呼ばれる分岐器を使って坂を下る車両が特定の地点で自動的に向きを変えるようになっている。 重力式鉄道である。右の図のように特徴的なジグザグの形に勾配を折りたたんだものである。車両は A の地点から出発し、B の分岐器を通過し、C の地点で停車する。そこで逆向きに走り出して分岐器 B を通過し、分岐器 D に到達する。この動きが繰り返される。空車を頂上へ運び上げるためには、 普通異なる線路が用いられる。この方式で最初に導入されたのは、モークチャンクスイッチバック鉄道であるとされ、1827年から1933年まで、石炭と旅客を輸送していた。これは、観光客にとても人気があり、ローラーコースターの開発につながった。イギリスでは、自動式インクラインというものがあり、積み荷を積んだ車両が坂を下り、 これがケーブルを通じて空車を引き上げるようになっている。2本の独立した線路を有していることもあれば、1本の線路に対比線を持っていることもある。この方式は、ウェールズにおける石材輸送鉄道で広く使われた。この方式の派生型として、旅客輸送用のケーブルカーがある。どちらの客車にも水タンクが備えられており、最初はどちらにも水が入っているが、 重量差で車両が動き出すようになるまで、下部の車両のタンクから水が抜かれる。北西ウェールズのグルイネズーにあるフェスティニオグ鉄道は、1832年に、丘陵上部にある、石切り場から年番岩を海に面したポースマドッグまで輸送するために建設された。貨車が重力によって下るように線路が付設されたが、当初は、空車の貨車をお買い引き上げるために、 馬が用いられていた。下り方向の運行では、馬は、ランディワゴンと呼ばれる、列車最後尾の車両に乗せられていた。後に、蒸気機関検員が導入された。この狂気の鉄道は現在でも運行されているが、すべての旅客列車が機関車検員となっている。デモンストレーションとしての重力式列車は、今でも時折当初からの貨車を使って運行される。 マウントタマルパイスムアウズシーニック鉄道の重力式車両二十一号、九百十五年頃、アメリカ合衆国では、デラウェアハドソン運河が大規模な重力式鉄道網を八百二十八年から八百九十八年まで運行していた。二十二の独立した勾配があり、全長五十五マイルのペンシルバニア石炭、会社重力式鉄道が最長で、 1885年まで運行された。1886年に、1882年に設立されたショホラグレンサマーリゾートが、この設備や機材を買収し、1907年まで運行された。重力式鉄道が成功を収め進歩したことから、ホーリーピッツトンの重力式運行鉄道が作られた。この全長47マイルの鉄道は、 ポーパックエディからグリフィスまでを結び、ペンシルバニア石炭会社がムエンタンを炭鉱から直接ハドソンデラウェア運河に出荷できるようになった。この運河は最終的にニューヨークの市場へとムエンタンを運んだ。1896年から1930年までカリフォルニアシーマリン郡にあるタマルパイス山でも重力式車両の運行が行われ、 旅客は281の曲線を通って、ミルバレーまで乗車していた。2009年5月3日、かつての交通手段を記念して、重力式車両の車庫が山の頂上に建設され、重力式車両の忠実なレプリカが60フィートの線路の上に置かれている。ケーブルカーは、ケーブルから切り離されて車両が走ることが全くない。ため、真の重力式鉄道ではない。 ラック式鉄道も、また同様の理由で真の重力式鉄道ではない。ありがとうございます。